日本航空 MD11 機乱高下事故とは、1997年6月8日に発生した航空事故である。機体が突如乱高下したことで搭乗員が負傷した。また別名を日本航空706便事故とも言う。この事件は、運輸省が航空事故であると指定したほか、負傷した客室乗務員1名が事故の受傷により、その後死亡した。 事故機の機長が業務上過失致死で起訴されたが2007年に無罪が確定した。1997年6月8日、香港の京都区発名古屋駅として運行されていた日本航空706便 MD-11 ガタ機は午後7時34分頃、三重県島半島上空高度約1万7000フィートを着陸のため自動操縦により降下していたが待機速度が 設定値を超えて増加した。操縦乗員はこの速度を抑えるために自動操縦装置の縦速度設定ホイールにより効果率を減じる操作を行った。しかし期待した減速が得られなかったためスピードブレーキを展開した。このスピードブレーキ展開直後の午後7時48分頃に突然急激な機種上げが発生した後に自動操縦が外れ機体が上下に大きく揺れた。 この乱高下によってシートベルトを着用していなかった乗員乗客などが天井などに叩きつけられて負傷し、客室乗務員1名と乗客3名が重傷を負い、乗員4名、乗客4名が軽傷を負った。706便は予定より15分遅れの午後8時15分に名古屋空港に着陸した。重傷者のうちの女性客室乗務員は脊髄損傷。 脳座賞などの深刻な受傷であり、渋滞から回復することなく1年8ヶ月後の1999年2月16日に34歳で死亡した。1999年12月17日に公表された運輸省航空事故調査委員会の報告書によれば、機長の一連の操縦操作が乱焦下事故を誘発したと推定した。 降下中に機長が行った一連の操縦操作が、事故機の自動操縦装置の許容量を超えたものであった。ため、自動操縦装置が解除された。そのため事故機は、機長の基地上げの操縦に抑制的に働いてきたが、解除されたことで急激なピッチアップが生じ、その後のピッチの安定を図るための基地上げ、下げの操縦操作と、m d 十一の縦安定特性の相互関係が、 ピッチの変動を持続したため乱攻撃したたた。め乱このように機長が操縦した原因について、機長はボーイング747クラシックから MD-11 へ機種移行したが、在来型に比べハイテク化された MD-11 の飛行特性を十分に認識していなかったためとされた。 また、負傷者のうちシートベルトを事故時に着用していたのは、軽傷者の一名であり、他の負傷者全員が未着用であったことから、シートベルトの未着用が負傷者が出た原因と指摘している。事故機 MD-11 の自動操縦装置は、乗客の快適性のために動作が緩慢であった。その上、巡航中に、主翼内の燃料の一部を水平尾翼に移して、重心を後部に移動させて、 燃費を向上させており、効果に転じると、操縦の安定性を増すために燃料を主翼に戻し、重心を元に戻すシステムを採用していた。そのため、巡航中に不意に自動操縦が外れた場合、操縦安定性が低く危険な状況を招きやすいとの指摘があった。また1996年までに今回と同様の事故が5回以上も発生しており、 メーカーのマクドネルダグラスから運行と整備に関する改善情報が出されていたにもかかわらず、日本航空は本格的な対策をしていなかった。一方で機長組合側の反論では、機長の操作で自動操縦が解除されたのではなく、それ以外の要因が原因であると指摘している。それによれば、自動操縦装置の強制解除については、m d 十一では、 自動操縦装置をオーバーライドにより解除するためには、操縦桿に約50ポンド以上の負荷を少なくとも1秒かけなければならず、CWS に記録されているデータを見ると、明らかに負荷をかけて解除に至るまでのタイミングが異なっていた。また、解除前に起こった速度の増加を抑えるため、機長は片手で操縦管をもう一方の手でスピードブレーキを握っていただろうと考えられ、 片手で 22kg 以上の負荷を1秒以上かけるというのは困難で、機長の操縦により自動操縦装置が解除されたとは言い難く、また、たとえ機長が無理やり操縦管を引いたとしても、MD-11 型機には、ピッチレートダンパーと呼ばれる垂直方向安定化装置が備わっているため、急激な機種上げには至らないとしている。 自動操縦を無理に解除するときに働く ACO が、そのときは働いていなかったとしている。さらに、解除後の上下動も、計器の記録を分析すると、約3秒の周期で、規則的に上下しており、コックピットでは7メートルの高さを1.5秒で、行き来するエレベーターに乗るのと同じで、1.5秒間に、渡り 2.5G がかかった後、一気に1.5秒間に渡りマイナス 0.5G の、 力がかかり、また 2.5G がかかるという状態が5回以上続いたとされる。例えばテランのパイロットでも到底このような周期的な上下動をしかも急激な G の変動の中で操縦するのは不可能であり、機長本人もまるでロデオのように振り回されるような感じで何が起こったのか認識できなかったと述べている。 当時、紀伊半島上空では、冷たい空気と暖かい空気の境界で乱気流が発生していた可能性があり、降下中の機体がそこに差し掛かると、急激な気温、気圧、速度、風向、風速、姿勢の変化が起こり、それらの情報をもとに、各微翼に指令を出して、自動操縦を司る FCC に短時間に、多様な変化の情報が入ってくるため、FCC に過大な負荷がかかり、 自動操縦装置が一時的に解除され、安定した飛行状態を維持できなくなり、急激な機種上げが起こった可能性が高いとしている。実際に事故機はその後も、同じような状況で乱高下する現象を2度起こしたという。航空事故調査委員会が実際に、フライトシミュレーターによる実験を行った結果、今回のような機長のオーバーライドによる、 自動操縦装置の解除及び急激な機種上げは起こらなかったと報告していることから、この仮説の方が信憑性が高いと思われる。また、事故機となった MD-11 だが、いわゆる第四世代ジェット旅客機の中で最も事故発生率が高かったとの指摘もあった。同時期に就航したボーイング777とエアバス A340 は、 運行中の全損事故はいずれも1から2件のみで、あるが MD-11 は、創生算数200機に対し2010年までに全損事故が発見発生しており、相対的に信頼性が低かったと言える。2002年5月14日、名古屋地方検察庁は基調を業務上過失致死傷罪で、名古屋地方裁判所に在宅起訴した。起訴上では、 機長が解除ボタンを押して自動操縦を解除した後、手動操縦で減速すべきところ、無理な力を加えて操縦したため不意に自動操縦装置が解除され機体を上下させた。事故は予見可能で回避できたにもかかわらず、その注意義務を怠った過失があるとしていた。この基礎上の内容について日本航空広報部、機長、 日本上院組合連絡会議はそれぞれ基礎上のような責任を否定するコメントを出した。裁判では国土交通省航空鉄道事故調査委員会の委員が承認尋問され本件事故調査報告書の証拠採用を決定した。1974年の事故調査委員会発足以来事故調査委員会委員が承認採用されたことも事故調査報告書が 証拠採用されたことも初めてであった。国際民間航空条約は、自己調査の目的は、将来の自己防止であり、刑事罪や自己責任を課するためではないと規定している。これは、刑事責任の追及が伴えば、自己原因の重大な情報を知る者が、自己保身のために証拠を隠滅してしまい、正しい自己原因の調査ができなくなり、 将来の航空安全の確立に悪影響を与える可能性があるためである。そのため、航空関係者の間には裁判所の証拠採用に対して自己調査と刑事手続きを分離するとした国際監修法に反するとする批判的な声も多い。一新の名古屋地裁は、検察側の禁錮1年8月の休憩に対し、2004年7月30日に被告人に 無罪判決を下した。判決では、自動操縦の解除が事故につながったと認定した。一方で、操縦によって、機種の上下動が発生する事故は、予見不可能であり、機長に回避義務や注意義務の違反もなく、刑事過失は問えないとして、罪に問えないとした。検察側は控訴。2007年1月9日、日清の名古屋高裁は一審判決を支持しつつも、 意図的な自動操縦の解除はなかったとして一審の自動操縦の解除が事故につながったとの見解を否定。旅客機は何らかの原因で起仕上げを行っていた可能性が高く自動操縦が解除されたことが被害者の死傷につながったとは認められず犯罪の証明がないとして機長の操縦が事故を招いたとは言えないと認定し検察側の控訴を棄却。 再びの無罪判決となった。検察側が最高裁への上告を断念し、706便機長の刑事責任が存在しないことが確定した。2007年8月3日、無罪が確定した機長は、操縦ミスが一因とした事故調査報告書の事実認定を否定する、司法判断が確定したとして、国土交通省航空。 鉄道事故調査委員会に再調査を求める質問状を提出した。日本航空の MD-11 であるが、機体の不具合が多かった上に3発機という経済的不利に加え、本事故の悪評が影響したためか、DC-10 の後継機として導入されたにも、かかわらず、DC-10 退役の前年の2004年に、前期が退役しアメリカ合衆国の 航空貨物会社に売却された。そのため、日本航空は、減価償却前に放出したため経済的損失が生じたという。また事故期になった、エトピリカは2002年9月に退役し、貨物機に回収され、N270 にアップ機として2021年10月28日現在も、現役で活躍している。その後、日本航空を含めた、 MD-11 を運行していた航空会社の多くが MD-11 を早期に引退させ、ボーイング777やエアバス A330 などの総発機に代替させたり、旅客を乗せない貨物機に回収させたため、1990年代に導入された比較的新しい機材であるにもかかわらず、現在旅客機として運行されている機体は皆無となった。 またこの事故の影響で道路線の登場率は低下した。その後は路線そのものが廃止となった。2021年10月現在、この事故を最後に日本国籍機の商業飛行による死亡事故は旅客、貨物ともに起きていない。基調組合が推定する原因。事故調査の問題点。日本航空基調組合。2012年10月25日閲覧。 N272 アップユナイテッドパーセルサービスマグナネルダグラス MD-11 2021年10月28日閲覧ありがとうございます